最近回転寿司のね、変な動画で炎上があって、人の寿司にわさびをこう乗っけたりとか、人の寿司をこう食べたりとかね、なんかあるじゃないですか。はま寿司とかくら寿司で。でも今回のスシローはひどいなと思って、ツバつけてんですよね。うわ、気持ち悪いと思って。じゃあそいつはもうすでに特定されたんですね。スポニチアネックスが大々的に取り上げて、今もミヤネ屋とかでも全部やってますが、ネット上で新たに回転寿司チェーン、スシローと見られる店内で客によるいたずら動画が拡散され、批判の声が上がっている。スシローも多分刑事事件化するんじゃないですか、これ。スシローの炎上ポイント3つ。醤油ベロベロ。湯飲みベロベロ。回る寿司に唾タッチっても気持ち悪いです。本当に腹立たしい。嫌な気分になります。テレビのニュースは、モザイクかかってますが、実際にはもう顔出されてるんですよね。撮影してる人も、友人も、キモ。それは、ヤリラフィーだと。ヤリラフィーってね。これを受けると思ってやってんのが腹立たしいんですよね。やばいよ、お前。マジで。と、友人もコメント。極めつけは、自分の指を口に入れて、その指で回ってる寿司にタッチするっていうね、最悪なね、やつをやってます。そして、まあ、インスタか。インスタのアカウントは、10って書いてますかね。スシローの炎上、犯人の名前は、順平ですが、そうです。岐南工業高校建築科2年だそうです。ああ、もう特定されてるんですね。順平、年齢17歳。岐阜県立、岐南工業高校建築科。インスタ、10、ペイペイペイって書いてある。余罪未成年飲酒と未成年タバコ疑惑ってのもあるの。滝沢ガレソさんが実名までは公表しませんでしたが、高校名を岐阜県立岐南高校と特定している。そのインスタには、岐南工業マル秘情報、在校生はスシローで迷惑行為をするし、卒業生は違法改造車で学校に乗り入れてくる模様、あとはバレー部の体罰がえぐい、とかいう、まあ、だからひどい高校だってことですね。タカトというアカウントでもやってる。それを特定してるってことですね。岐南工業高校生でスシローペロペロ事件。岐南工業建築科2年生順平。スシロー岐阜市橋店ってところでやったんですね、これはね。まあ、だから17歳未成年ですよ。いや、もうでもこれは、れっきとした犯罪ですからね。あ、この人はもう、ここの卒業生なんですね、岐南高校の。高人さんっていう人がね、その人が告発してると。あ、今、鍵アカになっちゃってるんですね、淳平さんはね。拡散希望、岐阜県立、岐南工業の生徒です。現在は高校2年生で建築科に所属しています。本当にやめてほしいです。安心してご飯が食べれません。この方は他にも未成年飲酒やタバコも行っているそうです。と、拡散されてるんですね。でも、みんなが特定してるんですね。この人なんですね。まあ、ほぼほぼ、確定されてるんですね。別の人もやってますね。回転寿司スシローの特定犯。岐南工業高校建築科の生徒17歳、順平。まあ、でも、結構でもそれなりに重い、罰じゃないですかね。偽計業務妨害でしょ？絶対、これは捕まりますよね、警察にね。ああ、なるほど。本名も出てるんですね。本名は全く違う名前ですね。あ、じゃあ、全く違うくはないな。ちょっと似てるな、似てるけど、本名は、ちょっと、見てください。さすがに僕は YouTube では本名は言えないので。でも本名も出てます。まあ、そんな感じで、そういう、ね、本当にね、そういうことは本当やめた方がいいと思いますよ。